はい、ガレージライフの高橋直樹です。卒業シーズンを迎える時期になってきましたけれども、それに合わせて車を購入しようという方がいらっしゃるかと思いますけれども、じゃあその車、自分の好きな車を購入したのはいいんですけれども、その時に絶対やっておくべきことというのをですね、お話ししたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。学校を卒業したり、あと環境が変わって車を持つことになるということになって、それに合わせて新車の注文なんかしてる方もいらっしゃると思いますけれども、新車のピカピカした状態をずっと維持させたいなっていうのは誰もが思うことだと思います。じゃあ何をやったらいいかということなんですけども、これズバリ言いますと、錆止めですね。錆止め、こんなに錆びるのって印象をお持ちの方もいらっしゃると思いますが、例えばその雪の降らない地域から転勤して雪の降る地域に来るとか、あとは雪がたくさん降る地方でこれから初めて車を持つ方っていうのはですね、まだ何もどうしたらいいか分かんない状態だと思いますので、あえて何をしたらいいのかということで、この錆止めなんですよ。錆止めというのはボディに錆止めするということではなくて、車の下ですね。だからパッと見見えないところなんですよ、リフトアップとかしない限りね。そこを錆止めしっかりしないと本当にボロボロになりますね。どういうふうにボロボロになるかと言いますと、鉄ですからやっぱり錆びるんですよ。で、錆びてそこに穴が開いてきて、どん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 弱ってくるということになります。で、結構この雪の降る地方はですね、もうエンジンがダメになって車がダメになるっていうよりも、もう外装自体がダメになってしまう。特にその下回りですね、もうボロボロになって修復不能ぐらいになって、エンジンより先にボディがダメになって交換しなきゃいけないっていう事例が本当に多くあります。そういうことで、まずこれから車を購入される際は、この下回りをしっかりと防静処理してくださいということですね。その防静処理、じゃあどうやるかというと、これは車屋さんにお願いしてください。特殊な塗料をですね、塗るわけですよ。これ自分でやるっていうのは本当に大変なんで、やめていただきたいんですけど、っていうのはですね、これやる場合ってリフトアップしてタイヤを外してですね、塗装が飛ばないようにしっかりとこう膜を張るんですね。下の方にテントみたいな状態ですよ。そういうところに入ってしっかりと錆止めします。だからこの作業してる人はですね、もう顔とかもう鼻の穴とかですね、もう真っ黒になってしまうっていう、まあ、それぐらいの作業なんですよ。だから自分でやるとなるとですね、もう本当に大変な作業になります。最近車検ってすごく厳しくなってきてるんですね。その下回りの、フレームですね、骨格ですねが錆びてきましたと、ちょっとでも穴が開いてるとですね、車検が通らなくなります。そこをちゃんと鉄板とかで補強して受けないと車検が通らなくなるんですね、ただそこで1個例えば穴、鉛筆の太さぐらいの穴が開いたとしても、おそらくその全体的にもうそういう状態になってるんですね、この下回りっていうのが、たまたまそこだけ開いただけで、よくよく、見るとですね、もう鉄板が薄くなっててすぐ穴が開いてしまう状態になってることが多いです。しかもそこの鉄板についてる部品っていうのはすごく多いんですね。例えばタイヤを支えてるものとか、あとマフラーを支えてるもの、そして燃料タンクを支えてるとか、そういった重要な部品が全てそこに詰まってるわけですよ。そこで錆びてしまうとですね、例えばタイヤが急にボロッと取れてしまったりとか、走行中にマフラーがドーンと落ちてしまったりとかですね、そういうことが起こるんですね。するともう大事故になりかねないし、本当に命に関わることになってきますよね。そういうことで、この下回りの管理っていうのはしっかりやっていただきたいなと思います。そういった雪の降る地方は車検のたびに下回り塗装ってすることがすごく多いんですけど、またそれとは別なんですね。それよりワンランク上の塗料を塗るんです。ちょっとベタベタしたような感じの塗料なんですけど、これをもう塗ってると塗ってないのでは、それをしっかりと塗っている車ですと10年経っても錆があまりないという状態の車って結構多いです、それぐらい違うんですよ。ただ買う時に錆止め塗装をやった方がいいですよってお勧めされることがあるかと思います。その時にやっぱ金額提示されますよね。そうなると数万円多くなるんですよ、支払い金額がね、その分、ただその数万円ですよ、例えば2万円から5万円ぐらいだとしても、それぐらいの価値はあります。長く乗るんであれば本当にそれぐらいの価値はあります。もう安いぐらいです、正直。いろんなオプションがあります。つけてもらえば車屋さんだけが得するようなオプションって結構ある中で、
この下回り塗装のオプションだけはですね、これは本当におすすめできるものですので、これはしっかりとつけていただければなと思います。錆びる理由がですね、雪が降る地域やっぱ凍結しますので、塩を撒くんですよ。まあ、当然塩水になりますから、その塩水をこう跳ねのけるような、まあ、塗料になるんですけれども、まあ、それを塗ったからといって安心はせずに、冬季の間は下回りをしっかり洗浄するということも大事になってきます。自分でホースとかでこうやらなくても、セルフスタンドとかで洗える機能もありますので、塩を落とすっていうメンテナンスもしっかりしていただければなと思います。はい、ということで、これから車を購入される際はこのオプションは絶対つけた方がいいよというお話でした。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。グッドボタン、チャンネル登録をしていただきまして、一緒にカレージライフを楽しみましょう。それでは。